EYC 日本有限責任監査法人 JBS アシアランスデスクの囲いです関口です松本です西村です多くの日本企業にとって米国はビジネスの拠点として重要で米国の子会社や関連会社の業績が連結グループ全体の財務国に大きなインパクトを与えています多くの国では IFRS が採用されていますが米国ではいまだに 米国会計基準が中心になっています今回は米国に駐在し現地で監査実務を経験したメンバーで米国の会計監査についてお話をしたいと思います本日ご紹介する内容はこちらの4つです一つ目のトピックは米国の会計制度の概要及び特徴です松本さん説明をお願いしますはい。それではまず米国の会計制度の概要及び特徴を この通りいくつかポイントを挙げて紹介させていただきます。まず一つ目、米国の上場会社は米国基準での報告が義務付けられています。こちらのスライドでオレンジ色に塗られているのが、自国企業に IFRS の適用を義務付けている国です。ご覧の通り、世界のほとんどの国では IFRS を適用していることが分かるかと思います。国内上場企業に対して IFRS を要求もしくは任意適用を許可している国が156カ国にも上る中自国の会計基準を上場会社に対して義務付けているのは米国含め中国・インドなど7カ国に限られていますので米国は世界的にかなり珍しい部類に入っていることがわかるかと思います2つ目外国企業は米国で上場している場合であっても IFRS での報告が可能となっています ですので実際に米国で上場している日本の企業がありますけれどもそういった会社は IFRS を使うことも認められています次にグループ財務諸表に米国基準を適用する日本企業は IFRS にシフトすることで年々減っています2017年時点で22社あった米国基準を適用する日本企業は現在は8社にまで減っていますまた米国会計基準は 一般的には最速主義であると言われています近年 IFRS とのコンバージェンスの過程で発行されている新しい基準書は以前のように数値基準を細かく定めない流れにはなっていますが原則主義的な IFRS と比べれば基準ごとにかなり細かいガイダンスが存在していますあとは非公開企業のための会計基準がありますこちら日本とは異なりますので新鮮に聞こえるかもしれません 公開企業に対して費用対効果を勘案しての実務に配慮した勘弁規定があらゆるところに定められています最後に決算日に決まりはありませんこれは日本と同じでして米国では12月決算がほとんどではありますが決算日に決まりはありません松本さんありがとうございます確かにグループ財務指標に米国基準を適用する日本企業はこの10年でだいぶ減りましたねそうですね ただグループ財務諸表を日本基準で作成している会社で米国に連結子会社がある場合はその子会社を米国会計基準で決算をするケースというのは多く存在しているかと思いますまたグループ財務諸表を IFRS で作成している会社で米国子会社の決算を米国基準で行っている場合には米国基準と IFRS の差を把握した上で基準差の修正が必要になるかと思います いずれのケースでも米国公会社の決算を理解するためには米国基準の理解が必要になりますね次のトピックは非公開企業向けの会計基準と米国会計基準の最近の動向です非公開企業向けの会計基準は日本の親会社が日本で上場している公開企業であったとしても米国の子会社が非公開企業である場合には米国子会社の決算に適用可能ですそれでは石油資産 主な非公開企業向けの会計基準と、最近新たに適用された米国会計基準について説明をお願いします。それでは、関口の方から、非公開企業向けの米国会計基準、及び直近の米国会計基準のアップデートについて、いくつか項目を絞って説明させていただきます。今回お話しするのは、非公開企業向けの基準としては、のれんの消却とその他、 米国会計基準ののアップデーートとしててはリース及び金融商品・信用損失の2点を簡単にお話しさせていただきますこれまでに発行された非公開企業向けの会計基準はいくつかありますがまず連結決算において特に関係すると思われる「のれん」に関する免除規定をお話ししたいと思います。非公開企業はのれんを10年間またはより適切な場合には10年未満の期間で消却することを会計方針として選択することが可能です。 公開企業では、のれんは焼却されず、その代わりに毎年決まった時期にのれんの減損テストを行うことが要求されています。こののれんの減損テストは複雑性を伴うものですので、毎年実施することは負担感が重いものとなっています。そのため、非公開企業においては、簡便的な会計処理としてのれんの焼却が認められています。テストのレベルとしては、公開企業においてはレポーティングユニットごとに減損テストが行われます。 このレポーティングユニットとは、事業セグメントか、それより一つ下のレベルと定義されています。のれを焼却することを選択した非公開企業は、レポーティングユニットごとに減損テストを行うことに変えて、全社レベルで減損テストを行うことも可能です。減損テストの頻度は、公開企業では最低年1回行う必要がありまして、また、それ以外にも減損の兆候があれば、いつでも減損テストを行う必要があります。 のれんをを却するることを選択した非公開企業は、減損の兆候がある場合だけ減損テストの実施が要求されています。減損テストの実施方法としましては非公開企業では全社レベルかレポーティングユニットレベルか企業が選択したレベルでその帳簿価格と構成価値を比較することによって行われます。構成価値が帳簿価格を下回っている場合にはその差額だけ減損損失として認識されますがのれんの金額が減損損失の上限になります。 のれんの焼却の規定は持ち分法にも適用されます公開企業では持ち分法のれんについても焼却は禁止になっていますがのれんを焼却することを選択した非公開企業では持ち分法のれんについても10年以内の期間で定額焼却することになります非公開企業ではのれんを規則焼却することも認められるということですねその場合日本の親会社における連結決算で米国,国会社の財務諸表を取り込む際に 何かか点ありますでしょうか日本で連結財務諸表を作成する場合には在外子会社等の会計処理に関して実務対応報告第18号連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱いに従い一定の項目や日本基準上明らかに合理的でないと認められる場合には連結決算手続き上で修正を行う必要があります。 のれんの焼却についても在外子会社でのれんを焼却していない場合には20年以内の効果の及ぶ期間にわたってのれんを焼却する修正処理が必要になります米国の非公開企業が10年以内での定額焼却を採用しており連結財務諸表におけるのれんの残存焼却期間と整合していれば特段の修正は不要となりますなるほど米国子会社がのれんを焼却しているかどうかによって連結決算上の対応は変わってきますので 米国公会社の会計処理を確認する必要がありますね非公開企業についてはのれんの消却以外にはどのような基準があるのでしょうかのれんの消却以外の非公開企業向けの会計基準についていくつかご紹介いたします一つ目は企業結合時の無形資産の識別です企業結合において公開企業は契約法律基準または分離可能基準を満たす無形資産を漏れなく認識して公正価値で評価する必要があります 非公開企業は顧客関連資産協業費契約について無形資産として別個に認識せずにのれんに含めることが認められます。この代替的会計処理を採用するための前提としてのれんの消却を会計方針として選択している必要があります。またこの代替的会計処理はすべての企業結合取引に適用されます。す。つつ目目ののののの減損は、は、先ほどお話しししたたでで割割愛いたします3つ目はリースの借り手の割引率です。 公開企業は通常は追加借り入れ利子率を使用します貸してのリース計算利子率を容易に算定可能な場合にはリース計算利子率を使用する必要がありますこれに対して非公開企業は追加借り入れ利子率の代わりにリスクフリーレートを使用することが認められますリスクフリーレートを使用するかどうかは資産クラスごとに会計方針として選択が可能です以前はリスクフリーレートを使用する場合には 企業のすべてのリースについてリスクフリーレートを使用する必要がありましたが柔軟性をより高めるために2021年に基準が改定されて資産クラスごとに選択ができるようになりましたよくわかりました米国子会社がどのような会計処理を行っているかは親会社としても把握しておくことが重要ですねそれでは米国会計基準の最近の動向についても教えてくださいはい続きまして 米国会計基準の最近の動向についてアップデートいたします。まず、一つ目、リースについて説明します。IFRS では、IFRS 第十六号としてリースが導入されており、すべてのリースに対して、使用権資産の資産化とリースタイムの計上が求められていますが、米国会計基準でも、ASC 八四二としてリースが導入されています。非公開企業では、二〇二一年十二月十五日より後に開始する事業年度及び。 2022年12月15日より後に開始する事業年度内の基中報告期間から適用となっておりすでに適用が開始されています。a c 8 4 2でも IFRS 第16号と同様に基本的に全てのリースについて使用権資産とリース債務の計上が求められています一方 IFRS 第16号とは異なり米国基準ではオペレーティングリースの概念が残っておりファイナンスリースと同様に使用権資産とリース負債を認識しますが 減価消却費と金利費用をそれぞれ認識するファイナンスリースと異なりオペレーティングリースではリース費用のみを定額で認識することになります。こちらでは IFRS とと米国会計基準でのリースに関してて主な相違点をまとめていまめいす前のページで説明したとおり米国基準では借り手のリースについてファイナンスリースとオペレーティングリースに分類されますが IFRS では単一のオンバランス会計モデルを採用しています。 米国会計基準でオペレーティングリースに分類される取引は、計上後の測定が IFRS と異なる可能性があります。また、少額資産のリースに関して、IFRS では貸借対照表での認識を免除できる規定がありますが、米国基準ではそのような免除規定はないため、基本的にすべてのリースに対して、使用権資産とリース負債を認識することが求められます。非公開企業向けの米国会計基準でも説明しましたが、 割引率にリスクフリーレートの使用が認められる点も IFRS との差異になっています説明ありがとうございますリースについては日本基準とはどのような違いがあるのでしょうか現行の日本基準では借り手のリースはファイナンスリースとオペレーティングリースに分類されますがファイナンスリースではリース資産とリース債務が認識されますオペレーティングリースは通常の賃貸借取引に係る方法に準じて認識するため資産負債が計上されません また、小額資産リースとして、リース契約あたり300万円以下の所有権移転外ファイナンスリースは、リース資産とリース債務を認識しないことができるとされています。なるほど。今の日本基準は、買いのオペレーティングリースがオフバランスになる点が、米国基準や IFRS と大きく違っていますね。はい。この点ですが、日本でもリースに関する国際的な会計基準との整合性を図るために、 リースに関する会計基準の公開草案が公表されています IFRS と同様にリースがファイナンスリースであるかオペレーティングリースであるかに関わらずすべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計モデルによることが提案されていますこの点はファイナンスリースとオペレーティングリースが残っている米国会計基準と異なり IFRS に近い基準になりそうです 日本でのリース会計基準については今後の動向が気になりますね信用損失の新しい基準についても説明をお願いしますはい、では金融商品について説明します AC326 金融商品信用損失については2022年12月15日より後に開始する事業年度及びその事業年度内の基準報告期間から適用となっています信用損失に関して 従来の発生損失モデルから予想信用損失モデルへ変更されるため従前より早期に信用損失が計上されることが想定されますこちらの表で従前の発生損失モデルとの相違点をまとめています認識対象が全期間の信用損失が予想される場合となっており損失の認識範囲が広くなっていますまたリスク特性を共有する試算についてグルーピングが求められています そして現在のみならずマネジメントが予想する将来の経済状況についても考慮が必要となっており資産の契約期間中の予想信用損失の測定が必要になりますこれは多くの企業に影響がありそうですね信用損失については日本基準や IFRS と比較するとどのように違うのでしょうかはいまず日本基準ですが金融商品会計基準で一般債券貸し倒れ懸念債券 破産構成債権等に区分し区分に応じて算定された貸し倒れ引当金を認識することとされていますまた債権については損失の戻し入れが認識されますが有価証券については減損損失の戻し入れは認識しません一方 IFRS は米国基準とコンセプトは同じでいずれも予想損失モデルに基づいていますが少し違いが生じています 米国基準では契約期間にわたる予想信用損失をを見積もって引当金を認識します一方で IFRS では債権の当初認識以後に信用リスクが著しく増大した場合には契約期間にわたる予想信用損失を認識しますが信用リスクの著しい増大がない場合には今後12ヶ月間の予想信用損失を見積もって引き当金を計上します。 IFRS では信用リスクが著しく増大したかどうかによって引き当て金の測定方法が異なりますが米国基準ではそういった区別はありませんよくわかりました説明ありがとうございました三つ目のトピックは米国の監査実務です西村さんロサンゼルスでの駐在経験を踏まえて話していただけますでしょうか はいそれでは米国の監査実務その中でも今回は米国の監査制度と会計人材のキャリアの多様性について紹介したいと思いますまずは米国の監査制度についてです米国における公開企業いわゆる上場企業には法定監査が義務付けられています法定監査には財務諸表の監査だけでなく内部統制の監査いわゆる USSOX も含まれます 一方で非公開企業非上場企業については法定監査がなく法律で定められた財務諸表の作成期限もないというのが特徴になります日系企業の米国法人はほとんどが米国においては上場されていませんので現地の法定監査の対象にはなっていないというケースがほとんどです日本では上場企業でなくても会社法や法令の規定で監査が義務付けられている会社も多いので この点は日本とと米国で大きく異なるかと思います。ただですね、日系企業の米国法人のほとんどが監査を受けられていないかというと、そうではなくて、実際には日本の親会社からのリクエストであったり、借り入れをしている金融機関に財務諸表を提出するという目的で、任意監査という形で監査を受けられていることはあります。次にに会計人材ののキャリアの多様性についてです。 ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、米国の公認会計士、通称 USCPA は、日本の公認会計士と比べると人数が多く、会計事務所ではなく、企業で活躍する方も多いのが、米国の特徴になります大学卒業後にそのまま会計事務所に就職して、働きながら USCPA の資格を取得した後で、事業会社に転職するという人も多く、米国の就職人気ランキングでも、 大手会計事務所は例年上位になっていますまた企業側でも CFO、経理部長、経理担当者として大手会計事務所からの転職者を含め USCPA を採用するということが一般的に行われています私が米国駐在時代に担当していた日系クライアントでは一定規模の会社の経理の方々特に CFO やコントローラーなどの役職者の方々は ほとんどが大手会計事務所出身の USCPA でした背景として経理業務は専門性が高いので特に人材の流動性の高い米国においては会計のプロフェッショナルである USCPA を配置するという文化があると思われます米国の監査実務は以上になりますありがとうございます日村さんが現地で監査実務をしていて苦労したのはどんなことでしたでしょうか そうですね先ほど日系企業の米国法人子会社はほとんどが現地の法定監査の対象ではないという話をしましたけれども私が駐在中は日系企業の任意監査は数多く担当していました法定監査と比べて財務諸表の作成期限だったり監査の期限がないという中でやってましたので会社側の財務諸表の作成に時間がかかったり監査人側でも監査報告書の提出が遅くなってしまうということがある というい点に苦労しましたまた、あ、ですので法廷の期限というのはないんですけれども会社としても財務手法の作成スケジュールをしっかりと組んで監査人と監査報告書までのスケジュールを事前に協議しておくということが重要にななるかなと思います事前にスケジュールの認識をしっかり合わせることが大事だということですねニューヨークに駐在していた松本さんからも日本との違いを感じた点を話していただけますでしょうか そうですね、えー、やはり人の入れ替わりは日本よりもだいぶ激しかったかなとは思いますね。あの、米国の ey に入所してくる人の多くは長くここにいるというよりは、あくまでこうキャリアをスタートする場として捉えているところがあったかなと思います。そんで,すのでまあ、優秀な人材であれば、通常よりも早く昇格する。アーリープロモーションも、まあ、一般的に行われていましたので、こうスタッフとして ey に入ってきて。 シニアインチャージの役割などを早めに経験して例えばこう2年か3年経験したら退職していくとそういったこともそんなに珍しくないことでしたのでその都度チームを組み立て直さないといけないという難しさはあったかなと思いますある程度人が入れ替えることを前提としてチームを作っていく必要もありますね佐野税に駐在していた関口さんにも聞きたいと思います米国で実務をしていて日本との違いを どのようなところで感じましたかはい、米国では毎週金曜日はハッピーフライデーとして従業員が午前中くらいで仕事を終える会社が多いと感じました特に金曜日の朝はベーグルやサンドイッチ、フルーツなどがオフィスに置かれオフィスで朝食を取りながら仲間と話し合う機会がありますまた金曜日の勤務は午前中いっぱいや午後の早いタイミングで仕事を終えることが多く早い時間から飲みに行ったり家族との時間を持つようにしており 金曜日はリラックスした一日を過ごしていると感じました米国の金曜日の午後は日本では土曜日になりますので連絡を取る上ではあまりしょうないかもしれませんがそういった文化を理解しておくことも大事ですね以上簡単でしたが米国の会計監査についてお話をしました最後に EY リソースのご紹介をしたいと思います米国会計基準に関する最新情報は EY の アカウンティングリンクウェブサイトでご覧いただけます。アカウンティングリンクウェブサイトは英語ですが、概要を日本語に翻訳したメールマガジン、SEC US ギャップウィークリーアップデートを e j a p a n から配信していますので、ぜひご登録いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。